テアドルンは、ドイツの小説家、推理作家、劇作家、女性、オフフェンバッハ生まれ。本名は、クリスティアーネ・シェラー。筆明のテアドルンは、ドイツの哲学者のテオドール・アドルノに由来する。ベルリンで哲学と性学を学び、ベルリン自由大学哲学科の倫理学の講師となる。1994年。 大学教授を狙った猟奇的な連続殺人事件の解決に奔走する女性の活躍を描いた長編ミステリー、ベルリンの啓蒙で小説家デビュー。この作品は1995年ウルム大学レイモンド・チャンドラー協会が主催するマーロー賞を受賞している。1996年にはオペラザ・炎上事件とそれにまつわる陰謀を探偵役の女性文芸部員が解き明かす。 長編ミステリー、指輪の戦いを発表。1999年発表の長編ミステリー第3作、殺戮の女神は、ドイツミステリー大賞を第1位で受賞している。2000年秋、ベルリン自由大学講師の職を辞し、2年間の契約で、ハノーバー劇場の劇作家となった。単行本短編未役作品の日本語タイトルは、上記の文献に従った。 ありがとうございます。